ドラフト指名されたけれど日本ハム断り、千葉ロッテも断り、巨人入団長の久吉、2年目からスタメン勝ち取り、新人を輝き、2年目にヒットを量産、見事に首位打者獲得、誰にも負けない巨人愛チームを3連覇導き、将来の監督期待されたが人的保障でカープに出された。突然のカープ移籍だけど不満一切言わず、選手冥利につきますと言ってカープに貢献、慣れない代打待機だけど結果残し続けた、そして迎え